さてアフターテラちゃんの時間です経済評論家常年司さんです常年さんよろしくお願いいたしますあれまた始まっちゃったんだ、ね、よお願いしますいや聞きました今朝結構早かったな、はい、高い声がねお,、えー、お願いいたしますねおいはい。えー、おい。お待ってください その声でいきますか。はい。はい。さて <laughs> お願いしますね。えはい。常連さんも大好きな機動戦士ガンダムのプラモデル。はい、え通称ガンプラを奥さんに捨てられたという男性のツイートが話題となっています。え男性はすでにツイート削除してますのでツイートの中身についてはあまり触れませんが男性外出から帰ってきたら保管していた大量の新品ガンプラが捨てられていたと。えしかも箱は解体されな 神もバキバキにゴミ袋に詰められて一部はすでにゴミ収積所に置かれていたということだったようです男性はショックすぎて何もやる気がなくなりましたとツイートをしていたということなんですがこの一般男性のツイートにわずか1日で7万件近くのいいねがついて今朝もガンプラという言葉がツイッターのトレンド入りする騒ぎとなっていますもちろんこの夫婦の間にですね何かの事情があってこういうことになったのだ というのは推察はできるんですがまずはガンダム好きの常念さんとしてはこの外出から帰ったらガンプラが捨てられていたというこの男性の気持ちこれは分かる部分もありますか まあこれね、ええ、もしこんなことが起こったらね、はい、まあ普通は離婚ですよね離婚でいいと思いますよこれはそうですか、ええ、これはもう大変なあのことですよね<ぁ>なんでこういうことするんですかお<ー>ガンダムのそんな期待をバキバキにっていやガンダムだからですかそれはやっぱり。ね ジオンから地球守れないじゃないですかそれと一緒にされるとんでこんなことしたんですか奥さんはいやなんかあったんでしょうねいやでもこれ暴力ですからこの暴力反対なんで安倍さんの銃撃も反対だしね宮台さんを刺したやつも反対だし言論には言論で来いよって思うんでいきなりこれを捨てるというのは何かの意思ですからそうそういきなり「ガンプラボコボコにする」ってこれどういうこととどういうことする奥さんと分かれた方がいいですよこんなわけしかんですやつ。 けれどももこの男性も何かしでかしちゃってたからかでもあの、はい、反対にガンプラを壊していいっていう理由には全くならないですからね。あはい、まあなんかこうあの DV とかで苦しんでたからやり返したとかいうのええなんですかだとしてもちょっとそれ警察に行くべきであってです、ね、ガンプラを壊すべきではないと思いますよ、<え>いずれにしてもね。男性に同情する声が多いのかと思いきや男性に対しての奥さんの気持ちを理解しろといった批判の声も多かったといいます。なななんんんんでみ奥奥ささののの気持ちを考えないのか不思議奥さんの サインを見逃したり、見ぬふりをして、ガンプラを増やし続けていたんじゃないの。こんなことをする嫁最低ではなく、嫁にここまでさせた旦那最低。まあ、こういうツイートも多く見受けられる。これでも、あの、あれですよ、奥さんをロシアに例えたら、ロシアにここまでさせたウクライナが悪いっていう陰謀論ですよ。こんなの。ダメに決まってんだろそんなもん。ね、暴力ですから、ガンプラ捨てるっていうのは。反対ですよ。まあ、まず、この時点で、奥さんどんな理由があっても、ほら、あの、正当化される行為ではないと思いますね。はい。まあ、その前に、男性が奥さんの何かを壊して。 ない限りはねうんなんかどんな理由があってもですね、えー、報復として暴力を使う、はい、いかがなものかなと思いますよ。でこの男女平等が歌われる歌われる,われるです、ね、時代ではありますけれども趣味のガンプラをバキバキにして捨てられた夫よりも奥さんへの擁の、えー、護発言が多いというのも、まあ、これは何かこう時代の流れのいやこれ男女平等というよりもね暴力肯定なんでよくないですよね。いわゆる極妻現象ですよね。ーーこれ極妻ってあの映画全部パターン一緒じゃないですか。な、はい、なんかこうあの牧歌的なね 結構地元のヤクザがですね、全国組織のヤクザにいじめられていじめられていじめられて、最後爆発して。あのマシンガンで大量虐殺して、でもこれ、あれですよ、やってもいいんですよね。なめたら行かんぜよ、はキウイいはの一生なんで、違うんでやってたんですけど。そう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 、ね、ごごくつまそう。ね、基本的になん、そうなんか、あの映画では、まあ、そういうのは演出としてありかもしれないですけど。実際にそれね、爆発して、あの暴力でやり返すのは、いかがなものかなと思いますね。さて、話は変わりまして、岸田総理、性的少数者、ええ。 そして同性婚をめぐってですね隣に住んでいたら嫌だと発言した新井秘書官を公鉄しました新井秘書官 lgbtq など性的少数者あと同性婚に関してオフレコを前提にした取材で社会に 与える影響が大きい秘書官室もみんな反対する同性婚を認めたら国を捨てる人が出てくるまあこういう言及があったと言いますまあ、ただ後に新井氏はオフレコでの差別発言を概ね認めましたが見るのも嫌だと言って だと思っていないと説明をしていたということです。まあ、この発言はアウトですかね。これはね、あの、ね、まあ、対象がね、たまたま、あの、性的少数者や同性婚をめぐってのことだったので。はい、まあ、こうやって騒ぎになったんですけど、えー、でも、巷ではですね、親父キモいとか、<ー>ね、オタク汚いとか、気持ち悪いとか、平気でいろんなとこ行ってるでしょ、えー、こういう人たちは、じゃ、差別していいんですかみたいな問題もあるのでね。えー、これ、誰に対しても、こういうこと言っちゃいけないんですよ。はい、たまたま、そのね、この新井さんが性的少数者に言ったってことで、取り上げられてますけど、うんはい、それ以外のね。 そううい親父キモいなんて言ってる人いますよこれどうなのとねおじさんとしてはねこれ差別されてるということなんですけど男性は強いから差別していいんだみたいなこれまあんかちょっとアメリカでそういう毛があるんですけどねさすがにやりすぎだろうということであのんか白人男性のね権利を守る会みたいなのも向こうあるらしいんですけどねまあちょっとねこういうのでだからんかこう対立を煽るっていうのもねよくないかなと思うんで新井さんも非常に軽率な発言をしたなと思いますね。今回これオフレコと いうことなんですけれども、これオフレコってのはどういうことなんですかね。まあこれ一応あのー、まあ取材対象にですね、はいええ、マスコミにそう近づくにあ、はい、たりですね、まあ仲良くなるためにそこでこう聞いた話は外に漏らしませんということで、ええ、まあやってるんですけど、でもこれ囲み取材なんですよね。オフレコ囲み取材なんでまあ漏れる可能性もやっぱり当然ですね、ええ、あのー、まあ前提にしてね対応すべきだったんですけど、まあこれで漏れちゃったと、はい、で漏れちゃったんで今後この手のオフレコのね、えー、まあその、えー、囲み取材みたいに対して。はあはいええ おそらく政権側もですね表で記者会見やるのと同じようなつまんない話しかしなくなるだろうなということで毎日新聞はこれで情,情報を取れなくなるだろうなというのもあるんですけどねあ、えーはい、また、あま、あですね日本共産党において党首公選制、えー、公で選ぶというね党首公選制この導入などを訴えた現役の共産党員でジャーナリストの松竹信之さんが自身のブログで日本共産党から除名処分を 下されるという見通しを示しましたえ今日開かれる記者会見で経緯を明らかにするといいますえこの松武さんはですね所属する京都南地区の委員会から一連の言動に関して規約に反しているので調査するこういう指摘があり昨日の地区常任委員会で除名処分が決まったといいますで処分を正式にこのに承認する京都府委員会の会議今日行われるということのようなんですが 共産党における党首選の導入を求めて除名というのはどうなんでしょう。これはどういうことなのか。これはね、いわゆるこうさあのね、非寛容性を表す非常に象徴的な事件だと。非寛容性、を表す象徴的な事件だと思うんですよ。あの私ね、あのあるえっとまあイベント小屋のね要請に応じてですね、あのちょっと対談でイベントやりませんかって言われて、この人と対談したいっつって、割とちょっとね、まあ左側のジャーナリストの方指名したんですよ。そしたらね、その人のやっぱり僕とは対談できないって言ってくるんですよ。で、それはなんでかというと彼の非寛容性。 彼らの仲間じゃないですよ、僕だってもうすごい細工とか批判してるんで、はい、でそういうやつとこうなんかつるむと、周りのやつからやっぱりう叩かれるんですよ、ねはあね。で、これまさにそういうことでしょ、共産党のルールがあって、それに歯向かうと、もうこうやってこう排除されるとで、あいつはなんかこう、ね、あの分派を図ったとかね、はあはあ、いう感じでもう、なんか、実は工作員だったみたいなこと、あることないこと言われて、ものすすごい中傷を受けるんですよね、えーはい、だから、のこの非寛容性っていうのは、ね、えー、むしろ自民党はあのなんていうんですか。 全然この人、立憲民主党行った方がいいんじゃねえかみたいな人まで抱えてるじゃないですか自民党って。そういう意味では寛容なんですよ。わとだからいわゆる右派と言われてる右派じゃないですけどね、保守系の方が割と寛容で、左翼ってすごく非寛容なんですよだから僕、左翼嫌いで辞めたんですよ。私、多分すごい過激な左派だったと思いますよ、高校生ぐらいの時グレタさんなんて僕が高校生の頃から見たら、何こいつぬるいことやって、こんなタレントみたいなことやって、こんなんで革命起こせるわけねえじゃんって、多分思ったと思います、僕が高校生やったら。 性ですねそれから問題解決する気がないというねやる気なさやる気のなさ結局商売になってんじゃんと思ってもう嫌気させたんですよ。かっこつけてるだけで中身ねえしといろいろそういうのを思って嫌になって今批判する側に待ってるわけですけどまさにその嫌な部分がもう象徴的に現れた事件だなと松竹さん本当ね共産とよくしようと思って言ったと思うんですよ。 で一応共産党はですね分派を生みかねない先ほどジョ常年さんもおっしゃってましたけれどもそ、はい、して党員による直接投票で党首を選ぶことを認めていないことから松竹氏のこの発言を問題視して除名という結論に至ったようです、はい、また共産党の政策委員会の安保外交部長も務めた松竹氏はえ先日新日本共産党宣言え平党員が党首候選を求め立候補する理由というえこの本をですね文春新書 から出版していまして、1月19日に開かれた記者会見でも、共産党の安全保障の考え方などについても持論を披露していました。え、特に現実的な安保論。あと自衛隊活用え、これを主張していた一色の共産党員だったことでも知られていたんですが、まさすがにそういった松竹さんのこの言動に我慢できなくなった。共産党の機関紙新聞赤旗が1月21日付の紙面でえ。松竹 言動や行動について規約と考慮からの逸脱は明らかまあ、こういう反論記事を掲載しましたで松竹氏がえ現実的なこの安全保障政策への転換を求めたことについても党が掲げる日米安全保障条約廃棄自衛隊解消に反すると知りづけ市委員長も論説に尽きている というなどとですね、えこの松武氏の見解に聞く耳を持たない姿勢を示しているようです。まあ、党内でも意見の違いはあるというのは逆にいい議論がこのできる地盤土台となる話というふうに理解する方多いかと思うんですけども、分派を生みかねないと言って除名して排除するのは、まあ、これこそ時代の流れに逆行しているという指摘がまあ、聞こえてきそうな感じなんですが、これはどうでしょうか。共産党の歴史ってこれでしょああそうですか。その時の執行部に歯向かうやつを分 を見かえなつっ,って排除してきたのが共産党の歴史なんで先祖返りというかまあそれをやってる通常運転ですよ共産党からすればであの言論の自由がないってことが明らかでしょ党の綱領と規約ねからあの逸脱したらいけないってことで言論の自由ないんですよいやそれちょっと違うんじゃないですか時代に合わせて変えた方がいいんじゃないですかあお前、まあ、逸脱したなと排除って感じですでもし共産党が政権を取ったらそういう人は多分強制キャンプに入れられるんでしょうね今だってほらねあのチャイナでそういうことやってるでしょなので恐ろしいやっぱり団体だなということを改めて確認できた 全然こいつら民主とか自由とか言ってるくせにもう自由なんてそんなもんね方便なんですよはっきり言って。こ,この 規約と綱領から逸脱は明らかとの反論記事を出して、議論さえもしないんでしょこういう扱いをするということ自体がもう言論の多様性ないわけですよ。共産党、そういうふうに思われても仕方ないですよね。私はそう思いますよ。少なくとも、こういうの見たら、これのどこに言論の多様性あるんですかと、逆に議論したいですよ。共産党の人と。はい。このことを捉えて、また新聞を書くと、僕のことなんか書くかもしれないですけど。まず、あ、でも無視するかもしれないですね。言論の多様性疲れたからね。もう記事にできるものをやってみろって感じですけど。はい。前にね、このおはよう寺ちゃんでね。ベネズエラの政権のね。人権侵害について。 ってね目つぶってんじゃないかみたいなね、はい、趣旨の発言をしたらね新聞が抗議してきましたけど、うん、反論の記事を思いっきり月刊判断に掲載したらその後何も言ってきませんで、はい、しかもその翌年にね共産党の綱領からですよ南米でも、ねはい、革命の動きがあるという文章削除されるというですね私あの共産党の綱領を変えた男なんで<ー>いやっていうかあれやめた方がいいですよと、はいね、共産党のためを思って言ったんだからさ厳しい言い方だけどねで結局俺の言う通り削除したじゃんと、はいね、俺何もないよ共産党みたいな話なんですけど、はい、言論多様性ないんです。 と変えるみたいなそんなことやってるので、松竹さんのこの議論ね、正面から受け止めて、はい、であの堂々と選挙やって、C さん負けたらね、ね、うん、もうじゃあ負けましたって降りたら、共産党すげえ支持上かったと思いますよ、うん、もっと惜しいチャンスに逃したなと、あの共産党のためを思って言うとね、えー、大失敗だったなと、この対応はね、えーあ、やっぱり共産党は何も変わってねえんだってみんな思ったと思います。えー、で僕はその債券辞めたのと全く同じ理由で、あの共産党の,のことが嫌になった人がね、この件を見て、えーえー、いたんじゃないかなと思いますね。えー、はいで松氏ですけれども選挙結果 に責任を負わないこの党幹部にも疑問を呈していたと言いますえ特に選挙区で成果が出ていないが責任論はうやむやだえ最近党幹部が見解を直後に撤回したりパワハラを告発する動画が発信されたりした組織の硬直化を象徴しているのではないかと指摘もしているようなんですよ、ね、もうおっしゃる通りです、えー、松竹さんのおっしゃる通りですはい。はい、まあ、ですからもしかしたらですけれどもこの発言も共産党にとっては除名の判断材料になったかもしれ これで除名するんだったら、もう共産党はもう、自浄対応ゼロですね、本当にもう厳しいと思います、はい、で松竹氏、共産党の存在意義を信じ、愛着があるからこその直言、問題提起だ、言論は一貫していると話していたようですが、まあ、こういったこの思いを持つ共産党員というのは、ほ他にもおそらくいらっしゃるかと思うんですが、この松竹さんの除名という処分を目の当たりにしてしまうと、 やはり萎縮するのかな萎縮するのかでも共産党の方が弱まってるからこういう声が出てきてるのかもしれないんで「松茸にこんなことするんだったら」っていう人がまた何人か立ち上がるかもしれないですねやってらんねえよこんなのみたいに思ってる人もいいんじゃないですか昔ね筆坂さんに聞きましたけどね赤旗のも大変らしいんでですよなんかもう疲れちゃってもう配れなくて23日ちょっと配りに行けなかったりすると集金行くのもなんかちょっと申し訳なくて「すいません」っつって行くんですけどちょっとこれもらえませんかって行くのがちょっと行けなくて。 で、ちょっとそう、集金落ちたりとか、するらしいですよね。大変だな、この人たちはと思いますよ。えー、はい。はい。で、まあ、党の処分はですね、共産党が決めること、ですが。その松竹氏には、今後もですね、きちんとその問題提起のできるジャーナリストとして。えー、諦めずに、活動していただきたい。本当、ね、うう松竹さん、頑張ってください。はい。はい。あの、共産党辞めてもね、活動を続けてほしいなと思います。はい。はい、以上、アフターテラちゃんでした。常念さん、ありがとうございました。ありがとうございました。